あと、うん、ちょっとあんたどこで油売ってんの。私たちが押さえる証拠は2人でラブホに入るところ、そして一夜を共にし朝2人で出てくる映像。正直こんな地味な仕事だとは思わなかったですよ。探偵ってなんかもっとこうかっこいい。レナさんも可愛いっすよ。なんでそれ言わないの。え、言ったじゃないですか。あ、ちょそれ雑に扱っちゃダメですか。こいつは今日から入った新人なので、いや、あんたもここでは後輩なんだけど、自覚して、自覚。大丈夫、あいつ佐藤か。顔は悪いけど運はありそうですね。ラッキー。彼が普段何をしているか、彼から見た世界はどう見えてるのか。研修がてら身辺調査なんておあつらい向きじゃないか。と何にもない平凡な日常じゃないですか。乗せたんだよ、行方不明の女子高生。つや、ユキじゃんこれ。お前何探ってんの。あなたが理由なんて不当なんだよ。三ツ矢ユキは何だったの、偽物。いや、年齢も名前も一緒なの。東京都練馬区に住む女子高校生の行方がわからなくなっています。ユキがどこにいるかって心配で。僕とレナさんバディじゃないですか。ニコイチっすよ、ニコイチ。